何かございますでしょうか。はい、どうぞ。読売新聞の、はい、昨年の4程度ぐらいなんですが、はい、まあ、ああいう部屋の新聞無料のままに迎えてしまった、ええ、この点に関して市長さんがご自身でも反省点を、あ、質問終わったんですか。あ、終わったんですか。反省点を、はい、まあ、正直今、具体的に反省点と言われても私自身が思いつくところはないんですけれども、まあ、結果的に、まあ、私の発言に対して、まあ、疑似精査のために止まりまして、でその発言について、まあ、どういう考えだったのか、または、どういう思いだったのか、まあ、それを、まあ、その場で確認されることなく終わってしまいましたから、まあ、私の方では極端には対応のしようもなかったと思っているところでございます。ですから、まあ、今のご指摘、まあ、ご質問に対しての答えはちょっと今持ち合わせていないかなと思っています。まあ、その心理ストップのきっかけを作ってしまったということは、まあ、言えるのかなと。いや、ストップされるかされないかの判断は、まあ、議長判断ですから、私それはできませんので、まあ、止めずとも進められたのではないかなと私は思っておりますから、その止められたことにおいてのですね、今のご指摘は当たらないと思います。ご発言への反省はない。私としてはその時に、まあ、ご質問に対して、まあ、答弁をさせていただいただけでございますので、その、まあ、意図とか結果的に、まあ、議場でお話はしませんでしたけれども、まあ、後ほどどういう意図だったのかというのは、まあ、記者会見でお話しさせていただきましたし、まあ、議長にも、まあ、それについては、まあ、お伝えをさせていただいておりますので、まあ、その意を、まあ、持って、その考えを受け止めていただければなと思います。コメントで確か市民の皆様にご心配かけて申し訳ありませんというところはあったと思うんですけど、そのあたりはどうなんですか、ね、ご反省の中に入るんですか。いや、議会自体が、まあ、そのようになってしまったこと自体においてはですね、やはり市民の皆様に対して、まあ、素直に謝罪すべきことだと思ったので、そのようなお話をしただけでございますので。まあ、対応はないですけど、ちょっと質問を広めてですね、ご就任後に何かこう、ご自分のご活動を反省された点、ご就任後、遡ってということですか。遡ってまでいきますと、もちろん私も就任直後においてはですね、まあ、未熟な部分もまああったでしょうし、時にまあ答弁におけるまあ間違い等もありましたから、まあ、それについてはまあご指摘もいただいて、私なりに改善を図ってきたところかなというふうに思っているところでございます。ですので、まあ、その未熟な部分をですね、まあ、この間も私なりに精一杯取り組み、まあ、改善を図らせていただいたところだと思っております。ただ、今のお話と今までのお話、それは必ずしも、同じ観点でということではないと思っています。最初にお尋ねした点では反省はないけれども、まあ、それ以外については必要に応じて反省されている。もちろん時に私自身の間違いがあれば、それを改善を図るというのはもちろんでしょうし、また行き過ぎた点等があればですね、それについては自分なりに反省すべきところはあるのかなというふうには思っております。ありがとうございます。はい、よろしいですか。はい、他にございますか。あ、北海道新聞なんですけど、はい、今の関連なんですけども、ですね、議会側からはですね、まあ、その4点 の市長の発言について、ええ、まあ、依然として謝罪などをまあ要求しているわけですが、うん、一点に向けて一点、新年度予算案を審議する、まあ、はい、非常に重要な、定例会で、はい、4点と比べ物にならないと思うんですが、ええ、市長はその、相手方というかですね、まあ、謝罪だとか、あの発言にして何かしろという要求についてどうするおつもりなのか、まあ、これから行って開会に向けてですね、はい、お考えがあれば
お伺いしたいです。はい、まあ、ご指摘のように、まあ、4点ももちろん重要ではありますけれども、あの一定というのは、まあ、1年間をトータルで、予算化する、まあ、大事な議会でございますので、もちろん私としては開会していただくことが重要だというふうに思っているところでございます。まあ、私自身の発言がやっぱり気に入る気に入らないの、まあ、そういう理由でですね、まあ、開会をするしないという判断ではないと私は思っておりますので、またあの4点においては、あのこれは前回の議会でもお話をしていたように、議会ごとにおいての、まあ、独立されたあの経過もありますので、まあ、今後において、まだ、まあ、様々な調整中ではありますけれども、求めにそのまま応じるかどうかというのはまだ何とも言えないところではありますかね。そのあ、まあ、向こう側の要請に、そのまま応じるかどうかは何とも言えないというのは、そうですね、応じるかもしれないし応じないか、まあ、まあ検討中だっていうと、あの先ほども言ったように、うん、あのそういうこう、まあ、私側からの発言があのいいか悪いかをもって議会を再開するしないの判断材料ではないと私は思っておりますから、うん、あの、うん、議会そのものをですね、開くというのは、やはり市民の皆様のにとって、まあ、市民生活はもちろんですけれども、まあ、あのこの町にご商売されている方々、まあ、事業されている方々もたくさんいらっしゃるわけですから、やはりこの議会というのは非常に重要だという認識は、私はまあ議員の方々も含めて共通認識だと思っているところでございます。ですので、それぞれの議員の方々にが私に対しての考えや思いがある、それは私も受け止めているところでございますが、それ自体をがですね、まあ、議会を改革するしないの、まあ、反対材料ではないと私自身は思っておりますので、その求めに応じてということにおいては、まあ、今も調整中ではありますけれども、うん、はい、まあ、検討がまあ続いているというところでしょうかね。求めに応じる応じないというのは、あの議会会議 の判断材料ではないと市長は認識している。そうですね、ただ それとは別に、うん、その求めについてどう対応するかというのはあの検討している。そうですね、どういうことですか。ごめんなさい、はい、もちろんあの、まあ、やはり4艇が、あ、まあ、いわゆる、まあ、自然閉会になってしまったりという、うん、まあ事実はありますから、まあ、私なりそれをまあ議会上においてあのその4点における経緯と話すこともありえないこともないでしょうし、また議長自身もまあそのことについてまあきっとお話をされるのではないかなと思いますので、まあ、そのようなあの、まあ、それぞれの考えや思いとかというものをまあお話しするということは起こりうるのかなと思っておりますが、あのあそれは一定の場でというか、まあ、議会の場でですね、議会の場で、はい、あの4艇で起きた自然変化に、まあ、なったけども、それに至った、まあ、経緯かなんですかね、ことについて市長自身何かお考えをお話しすることはあり、はい、まあ、本来だったら4艇の中で議会を開いていただいてお話をするのが本来だったと私は思っておりますけれども、あの、まあ、残念ながらそれは叶いませんでしたから、まあ、先ほど来からお話しているように議会自体はまあ一つ一つ独立をされているものだというふうに思っておりますので、まあそれなく開会することとかも可能ではあるとは思います。まあ、しかしながらまあそれをまあ先ほどからお話されているように、まあ議会側からの求められているものというものがあるでしょうから、まあその中でまあどう対応するかというのはまあ現在もこう決まっているわけではありません。はい、検討、ごめんなさい、しつこいよね、検討してるっていうことでよろしいですか。まあ、いろいろ打ち合わせをしたりとかしてますよね、うん、決まっていない状況です、うん、はい、でも私は何回もお話をしておりますけれども、あの、まあ、今中野記者からお話があったように、やはりこの1年間を、まあ、トータルで、出される、まあ、大事な議会でありますから、まあ、それをその発言の、まあ、
いかんうんぬんとかですね、まあ、気に入る気に入らないということを思って開催するしないの判断材料には私はならないと思っております。はい、よろしいですか。はい、はい、それではあと他に何かございますか。はい、さっきずっと確認ですけど、中央地区 の、 あの支流というのはこれ1年、これから1年かけて調査して可能性を探しているというその話でいかがですか。そうですね、まあ、今までもあの土地の調査等は行っているんですけれども、まあ、今あのお話しさせていただいた、まあ、市営住宅に伴う、まあ計画もありますので、まあ、やはりそれに、合わせていくことも必要だというふうに考えているところでございます。またその候補地決めるにおいてもですね、やはり、まあ、中心地におけるまちづくりも含めた環境づくりが必要なので、それも含めてこの1年間、まあ、調査を継続していくという観点で、受け止めていただければと思います。はい、すみません、2点なんです。原発再稼働の点は、はい、昨年の北海の延期たるその後、まあ、どのような年になっているかとは具体的に何か書いてあるか、そのあともう一つ、除外施設なの予算の執行率もし分かればですね、はい、まあ、原発のことにおいて、まあ、私自身が施行したいということにおいては残念ながら、かなってはおりません。北電さんの方からももう少し時間を置いてほしいというお話を受けていると聞いているところでございます。で、原発の件とは関係はありませんけれども、北電の常務の方々が、こちらの方に表敬訪問を来ていただいているところでございます。この点においてはあくまで表敬訪問ではありますので、まあ、原発のことももちろんお話はしておりますけれども、それは今までと同じようにこちらの思いはまあお伝えをさせていただいたというところでしかありませんので、まあ、特段変わった動きということではございません。国電 の、 じゃあ向こうの返事を待ってそうですね、それについてはまあ日程も含めて変わらず調整を続けているところではございます。もう一定の執行率においては、除外で除税的の執行率でございますが、毎週火曜日ごとに占めておりまして、今現在最新のものは1月31日現在でございます。1月31日現在で13億2110万円の予算に対して執行率は約 54% でございます。それトータル除外除外説全体で除外除雪費という項目、13億2110万円に対して開設予算というのは分かりますか。そうです、除外雪含めて、あ、除外雪含めて含めて、うん、はい、それと後で打ち上げて聞くことできますか。はい、はい、ありがとうございます。よろしいですか。はい、他にございますか。なんかもう一回ですね、どうぞ。あ、無理ですね。2点あります。1点はまず、予算の発表はまあこれからだと思うんですけども、はい、その新年度、まあ、その1点とも絡みますが、はい、まあ、策定にあたっては、まだ作っているところだと思いますけど、意識していることをどのような分野に重点的に取り込む方針か、はい、まあ、お話しできる範囲で結構なので、はい、まあ、まだやってる途中なので、そうですね、何かこういうことを重点的に、まあ、今やろうと思って取り組んでいるというものがあればお話を伺いたいです。これが1点目、はい、で、2点目が警察の告発に、警察の捜査についてなんですが、市長自身はもう取り調べなどを受けたことがあるのかどうか、あとは、まあ、これも一度、まあ、会見じゃないですけど一度伺いましたが、うん、まあ、ご所見と、まあ、どう対応されていくのかというところをお伺いできればと思います。はい、はい、まず先に、まあ、予算について、はい、これは、まあ、改めて機会を設けてですね、詳しくお話をさせていただきたいというふうに思っておりますけれども、やはり私自身が意識しているのは、まあ、皆様にはもう何度もお話ししておりますけれども、やはりこの町に住んでいる、まあ、市民の皆様を大切にする政策
これを第一として考えているところでございます。ですので、例えば今までずっと手をつけられないことができなかった、トイレの改修であったりとか、または教育に伴う、子どもたちを、より、これは公約にも関わりますけれども、やる気が出るように、または、いろんな体験ができるようにしていくための予算、さらには、子どもたちの、教育環境ですね、机とか椅子とかもかなりボロボロになっているところでございます。そのようなものを、回収していくような、新たなものを入れていくような、そのような視点を持って取り組んでいるところでございます。ここで あまりいろんなことを細かくお話をしますと、これから予算編成が確定してですね、その内容を、議員の皆様にお伝えをして、議論いただく内容となりますので、やはり詳しくは議員の方々に、ご説明をした後にですね、お話をさせていただきたいなと思っているところでございます。何にいたしましても、先ほどの視点と、公約が実現できるそのための取り組み、それを中心に考えて行っているところでございます。もう一点はですね、まだ私の方は何も受けておりません。これは先日もお話をさせていただきましたけれども、私自身は告発をされるようなことは一切行っていないと思っているところでございますけれども、やはり知見の方々からですね、求められたことに対しましては真摯にしっかり対応していきたいなと思っているところでございます。すいません、よろしいですか。はい、はい、他に何かございますか。はい、予定の関係でもう一つなんですけど、はあ、市民の方から例えばよくやったとか、あるいはお叱りとか、はい、どんな声をいただいたんですか。素直にお話をしていいですか。はい、そのまま貫きなさいが大半です。ああ、はい、比率でいうとどのぐらいですか。比率でいうと、100% でいうと 99% というところでしょうかね。はい、自らの信念に貫いて思い切ってやってくださいということが大半でございます。ご批判の叱りは 1%、ご批判と言われるほどにご指摘は受けてないと思っておりますけれども、もちろん、そうですね、表現としては、もう少し仲良くやったらいかがですかという表現は、ちょっとあったかなとは思いますけれども、それが今おっしゃる批判という枠組みに入るとするならば、その枠組みかなと思います。そのご意見のなんかご感想は、その市民の皆様の意向を受けてですね、これからもしっかりやってまいりたいと思っております。仲良くやっていく、政治ですので、時には何ですか、仲良くというか組んで一緒に進んでいくこと、でも時には切磋琢磨し、時にはぶつかり合うこと、それがあって政治だというふうに思っておりますので、その仲良くするというその表現がですね、どういうことを持ってお話されているのか、その直接言ってくれた方もそうですし、今おっしゃられている意味も含めて、一致するかどうかは私は分かりませんけれども、やはりその、政治という枠組みの中で切磋琢磨していく、その中で時に仲良くすることも重要かなと思います。はい、よろしいですか。はい、他にございますか。はい、どうぞ。岡吉郎の、はい、先ほどの規定に関する質問ですが、重要な議会だということは、ですね、はい、なっていました。その中でですね、一つの選択肢となんですが、いわゆるその専決処分、四定の方でですね、はい、補正予算、市電研究会の、はい、補正予算の、そういう形で専決処分になります。はい、過去、他の道外の例を見ますとですね、選挙処分になった新年度予算案、プレ編成ですね、その中で、そういう事例は、少数率があります。そういうようなですね、認識もおありになるか、例えばそういうものをですね、どのような見解で、ですね、
選挙処分という可能性ですどういうふうに捉えているかというのを。私自身も、もともと議員の仕事を務めております。私、議会の重要性というのは私なりに認識をしていると思っております。ですので、やはり市の方で組んだ、予算、議案もそうですけれども議会に諮っていただいて、その中で、ご指摘や判断をされることは避けて通れないというか、当然のことだというふうに思っております。ですからそれがまずは第一である。それは動かすことのできない私もそれについては重く受け止めているというか私の中においても一番、大切なことだというふうに認識をしております。その中で四定のような状況になり、いわゆる、それが、対応できないくぐれないということにおける、いわゆる緊急避難的な対応であったというふうに思っておりますので、今後において、それを、持ってですね、姿勢を中心に動かしていくという認識は私自身は持っておりません。しかしながら、今後、どのような判断をなされるかは私まだ分かりませんから、議会というのは議長の、判断で、開催をされるもの、いわゆるこちらの方に開催権限を持っておりませんので、その判断をもってどうするかということは考えなければなりませんけれども、何におきましても、その専決処分も含めてですね、市政において、滞りなく対応していかなければならない、これもまた市長の責任であるというふうに思っておりますので、その中でどうするかを、最終的に判断しなきゃならないかなと思います。今の確認ですと、つまり、例えばこの家庭の例です、家庭なんですが、このように日程が開くほど困難な状況に陥ったときにですね、うん、という一つの選択肢もあり得るということでしょうか。私自身は議会は開かれないということはないと信じておりますので、その過程について今あまり答える気にはなれないですね。はい。これ一般論として今おっしゃったように、議員の経験が終わりになるということで、やはりその、議会のいわゆるそのチェックですね。そういうもちろんです。やはり働くべき。その通りです。はい、ですから私たちは当然にそれに向けて、やるべき準備はしっかりと今も行っておりますし、その議員の皆様に対して、それをちゃんと説明できる体制段取りは今までも行っておりますし、これからも行ってまいります。はい、よろしいですか。はい、他にございますか。よろしいでしょうか。はい、それでは他になければですね、これをもちまして、本日の記者会見を終了させていただきます。はい、先ほどの、はい、通話の件で、はい、すみません、訂正をさせていただきます。市の持ち出しがなかったのあるのかないのかという中の記者からお問い合わせでございますけれども、交通対象外経費というのが事業の中に含まれていたり、地方債の重層割合が 50% ということもありますので、一応今見通しとしてはですね、700万円ぐらいは持ち出しはあるという、一般財源からの持ち出しがあるというふうに考えています。恐れ入りました。そういう形でちょっと訂正をお願いしたいと思います。それでは以上をもちまして、本日の記者会見を終了させていただきたいと思います。なお次回の記者会見についてですけれども、ちょっと近いんですけれども、2月14日火曜日の16時を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。それでは皆様、お疲れ様でございます。はい。